ありがとう。めっちゃ楽しかったです。今日は、フェスティバルステージでラルーチのサポートメンバーとして好きで好きでしょうがないパフォーマンスさせていただいて、その後に、スカイステージでグッドティアーズのステージさせていただきました。そう、なんか USA みたいな、ちょっと、いや USA ではないんだけど、あれは AB ってやってサマーの流れでやってるんだけど、なんかね、時期的に USA みたいだよね。お疲れ様でした、ありがとう。そうそうそう、好きで好きでしょうがないの7人バージョンがあるんですけど、ラルチェは5人なのでサポートメンバー2人で、グッドティアーズはメンバーが4人なので、3人サポートメンバーで来てもらいました。大石夏美ちゃんと鈴木遥ちゃんと安田愛理ちゃんに来てもらいました。いやー楽しかった。もうスカイステージがねすごい熱くて、もうすごかったよ、もう本当にね。寝転がるふりはちょっと変わってます、あれは。あ、よしおさん、だるまさん、ありがとう。そう、今回ティフ来れないよって方はぜひね、トキアドルフェスティバルはまあ来れないと思うんですけど、ラスエンの夏休みとか他にもイベントたくさんありますのでぜひ来てください。ダイダラさんもバラありがとうございます。めっちゃ楽しかった。そうそう、お互い補い合ってみたいな、ファミリーのいいところですね。何人バージョン立ち位置は一応7人いるうちでは、ラルーチの時は7番、グッドティアーズの時は2番やってます。そうそう、 V 字になった、 V 字。もうね、全力でやりすぎて、スカイステージでね、その最後の大サビの好きだ、あのドッカーンのところを全力でやりすぎて一瞬こけるっていう失態がね、本当に。いやでも楽しかったです、本当に。ありがとう。明日も出演させていただくので、明日はドールファクトリーでグッドティアーズのステージと、あとラブコッチのサポートメンバーとして明日も好きで好きでしょうがない出演させていただきますので、よろしくお願いします。じゃあスミックね、待ってるよ。今日は疲れ、ありがとうね。あの振り大好きです。そこがた、こうやってバンバンで下がるじゃないですか、であそこバンで、あ、バンバンじゃないな、なんて言ったらいいんだろう。マチュポンハット、ありがとう。そう、上に行くときにつま先立ちして、そっから下にドンって全部降りるんですよ。そのつま先立ちを全力でつま先で立ちすぎてジャンプみたいになっちゃって、そのままペロンペロンって倒れちゃいました。大変。キャリーさん、初見です、ありがとうございます。グッドティアーズのルカチコ大ザルカです、よろしくお願いします。クエさん、ありがとう。何の話中、今日は今スカイステージの話してました。今日だといけないか。あ、ちなみにスカイステージはなんかニコ生で放送されてたらしいです、らしいです。そうそう、こんばんは、たくさんこんばんは、おがんさんもありがとう。そう、ドカンの振りやりながら歌うのめっちゃ難しい。そう、気合い入れて歌いました。そうそう、サポートメンバーの時と、グッドティアーズのステージとしての時で、立ち位置が違うので歌のパートも違うんですね。なのでそういうとこにも注目して見てもらえたらなと思います。かもちゃん、だるまさん、ありがとう。好き好きでしょうがないの個人 PV、 あー、ありがとう、嬉しい。今日のパフォでね、増えたらいいな。そうなの、そうなの、そう、歌うところ変わる。明日と明後日、明後日はまあファミリー全体でなんですけど、明日もグッドティアーズとしてと、サポートメンバーとしてラブコッチの方に出演させていただくので、ぜひ見てください、お願いします。そう、昨日ね7人バージョンの振りをバーって入れて全員やりました。ね、明日からも暑いと思うよ、本当に。みんな熱中症だけはならないようにね、本当に。もう暑すぎて、ファミリーはみんな一応元気です、大丈夫だと思うから。私も今日はちょっとね早めに
寝たいと思います。寝たいと思います。ね、さあ、あと好きで好きでしょうがないの新グッズの方も発売されましたので、みんなぜひ見てください。お願いします。あ、見てください、じゃあゲットしてください。いや、日焼けしてないんだって。それが日焼けしたと思うじゃん。してない。これちょっと、ま、暗いから日焼けしたように見えるかもしれないけど、全然日焼けしてないよ。あ、ちょっと日焼けしたかもわかんないけど、まあでもスカイステージであって、まあこんな程度だったらまあ許容範囲です。本当にそうそう、今日の日にね備えてね、そう今日の日に備えて3000円のあれ買ったから、日焼け止め買った。もう衝撃すぎて、もういろんな人に言ってる。これそう3000円のやつ、高級だった、高かった。でもそれ3000円もしてやだーって思ったんだけどね、買ったの。そうそう買ったんだけど、なんかその後にコンビニで同じやつのミニサイズが売ってて、でミニサイズは1000円だったの。だからうーんと思って、ちょっとショックでした。ドラゴンカズくん、こんばんは、ありがとう。そう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 、3000円のやつ、そうそう、いや、やだ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 、日焼けは気にする。もう美白になろうと思ってるから、そうそうそう、ちょっとね焼けないようにちょっと塗りたくりましたか。塗った上でスプレーの日焼け止めもしました。そうそう、なんか焼けてない多分。うん、焼けたの。そう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 、毎年諦めて黒くなっちゃってたからね、今年は頑張ろうと思って、ちょっと頑張る。ちくわさん、やっほー、ありがとう。そう、日焼け止め待ち、3000円の日焼け止め使って、え、 90g、 3000円のやつ、 90g だっけ、何 g だっけ、蓋が斜めで金色のやつ、昨年で一番白。すごいね、いいね。そう、日焼け止めはね、こまめに塗った方がいいよ。どこだから、いや男の人いいね、みんな焼きたいっていうよね。なんかね、みんな結構焼けてましたね。喋り方好き、本当にありがとう。明日もイベント頑張って、ありがとう、頑張る。そう、金日焼けして、あれは赤いやつですね。あれは普通にもう暑すぎて真っ赤になっただけ、全然今は赤くない。そうそうそう、日焼け怖いからね。日焼け止め忘れちゃダメだよ、日焼け止め忘れちゃもう大惨事になっちゃうからね。そうそうそう、 焼かないように。サーフィン、サーフィンしそう、いかにも。あー、みやこちゃんありがとう、今日もありがとう。日焼け止めあんまり塗らなくて、毎年なくならないから、え、わかるよ。私も去年までは全然さ、塗らなかったんですよ。でも今年はちょっと本気出してる。室内にいる、いいね。私なんだかんだで毎年外出てるんですよね、インドアなのにね。なんか湿布みたいなの貼ってたもんね。今日のモバメのルカちゃん、好き好き好きんでしょ。そう、好き好きのタオルとかね、 T シャツとかぜひゲットしてください。すごいメンヘラみのあふれた T シャツ可愛いです。ゲットしてください。なんだあの T シャツはって言われること間違いなしですね。ちょっとね、消します。いや、じわったわ本当に。いや、明日は握手しに来てください、待ってます。明日特典会あるよね、待ってます。来てね、覚えとくから。ドーファクトリーはね、そう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 、そうなんだよ、そうなんだよ。そう、なかなか、友達いるかちょっとです。嬉しい、ありがとう。家帰れるの便利、うん、便利じゃない。電車乗るの嫌です。ちょうど夜だからすごい混んでる時間なんだよね。深い、いや、しゅりちゃんトークして、今日しゅりちゃん楽屋隣だった席、
嬉しい。たまたまだよ、そんなわざと座ったわけじゃないから、隣にたまたま隣だったんだけど、めっちゃ可愛かった。もうご飯を食べてるその姿も愛おしい感じでした。しちゃさんハートありがとう。いいハート。ティフ来てほしいよ。ゆじいちゃんありがとうございます。ギフトありがとう。東京電車難しい。遠くの子はねどうなんだろう、私よくわかんないんだよね。ルカちゃんパフォーマンス好きです。嬉しい。もうがっつり踊ってます。明日花火見に行くのいいな。カリピッピと羨ましいね。私も花火見に行きたいな。明日ガチ声待ってるか、覚えてるからね。待ってる待ってる。 SPF50 プラスプラスプラスみたいな。しりちゃん知ってるよきっと、私がしりちゃんのこと好きなの。だってずっと可愛い可愛い言ってるもん。やだねこんなメンバーいたらね。でも好きなんですよ私しりちゃん。かちこんばんは。すいしあんさんこんばんは、ありがとう。とかちょっと握手したい話したい。待ってるよいつでも。ぬかぴっぴイエイ。じゅんやくん明日も明後日もバイト頑張れ。バイトバイトか。最近の髪型超可愛いでしょ。いつでも可愛いよねしりちゃんって本当に。カピピルカちゃんあ知ってる。ちょっと自動車学校、自動車学校なの頑張れ。再入校あ1回目ダメだった人だな。あれってなんか行かないと、しばらく行かないとなんかね更新されな、更新じゃない、なんかダメになるでしょ。ふう、うん。グループアクションの時俺からもルカちゃんはしーちゃんのこと好きだって、ね、やめてよちょっと本当にやだ、ちょっとやめて。しーちゃんのエキスかし、え敵視なんだけど、最悪敵視。好き好きか、そう可愛い子にはもう好きって言いたいんですよね本当に。でもね愛理ちゃんのこととかもね、池松ね、池松愛理のこともすっごい可愛いなって思ってるんですけど、本人には言わない。超可愛いから愛理ちゃん、もうお茶目だし美人だし超可愛いよ。でもね言わない。しーちゃんのモバメ私も撮ってるよ、見てるよ。一発でしーちゃん引いた、いいな。好きなら好きって、いやそれやっちゃった。こちらのお父さん来た、ありがとうございます。寒いすぎて危険気やば、好き好きしょうがない。ゆしともさんこんばんは、ありがとう。かちはそんな、いやあいちゃんはダメダメダメ、そんなその甘やかしちゃダメですね。あいちゃんは今梅にハマってるから、明日も持っていこうと思う。ベッドに戻ります。頑張れ、ファイトだ、頑張れ。山本愛理ちゃんっていいね。あカレー食べたいな。ネットさんこんばんは。自分で言えない、言えるし言えるし、私だって言えるし。私もいや、ルカチアの皆さんは全力で甘やかしてくれると嬉しい。職場恋愛は笑った。シリちゃんに今言うと、いや私だってシリちゃん持ってます、シリちゃん持ってます。全員ニットのライブ行くと何百回も好き好き。そうだよ、やばいよね。マイトさんハートありがとう。アイちゃんとシュイちゃんとタカちゃんのカード、めっちゃ良い、言えるし。ティフ楽しかったです本当に、最高でした。明日も全力で楽しみたいと思います。明後日も楽しみます。今日よりいいものをね。いやしりちゃん持ってるんだって、制服のやついいでしょ。カンコはオーリーにあげてくる、いらないって言われたらどうしよう、ショックなんだけど末っ子気質だから。ルカピッピとルカピッピのカード交換する、どういうこと。マッシュリンはたいてよはたいてよ、超かわいいマッシュリン
最高だよね。いいな。マジ。ムルカワカナッツンだって負けてないから。明日 CD 買いに行くよ。イエイ。CD と一緒に渡してく。嬉しい。ルカちゃんが好き好き紹介ありがとう。2枚同時引き合ってくださったルカちゃん。そうルカちゃんの念が強い。もう怨念ですよこれは。もうしりちゃんが好き好き好き。怨念。マシリンかわいい。ゆくよさんあれだもんね。まひろちゃん一押しだもんね。そうだよ、しりちゃんはもうかわいすぎて本当に。そう怨念。ははそのメトロいいでしょ。そうスルメ曲ですよ。だいぶ PV 好き。嬉しい。ルカワカナッツン。そうなの、不思議なメロディー好き好き好き。プン。もう一枚ルカ弾かなきゃ。やった。じゃあ念送っとくね。呪音。ルカちゃん地引きできてない。あらルカちゃんに干されて。違うよ、本物が押してるから。そうそう、そんな十分でしょ。途中のシャウト、わかんちゃんだよ、わーみたいなんでしょ。ルカちゃんのカード当たった。嬉しい。タリガさんこんばんは。目次ですでに勉強。そうなんだ。ルカカナッツン、ルカカナッツン、ルカカナッツン。早口言葉。ルカちゃんが寝起きた。あ、そっか、シリちゃん出ちゃうか。そっかそっか、困ったな。困った困った。そんなメトロよかった。ありがとう、嬉しいよ。とてもルカカナツのミラクルビラ配り。しーちゃん2枚出た。ルカちゃんも持ってるもん、持ってるもん。ルカシュリン、ルカシュリンだとあれだよ、3人だよ。そう、マッシュリンはね、マヒロンとねシュリがねこう掛け合わさってかわいいよね。あら59分。ということで、じゃあ今日は11時までの予定なので、あっという間でしたが、全然ねお話もできてないけど、またやりたいと思います。明日もねできたらいいなって思うんだけど、どうだろう、まあちょっとわかんないですけど、できたらやりたいと思います。あとね、あのひらがなけやきさんとか、あのチーム社長子さん見た話もしたいので、あのまたショールーム来てもらえたら嬉しいです。明日も東京アイドルフェスティバル全力で盛り上がっていくぞ。あーということで、じゃあそれでは最後にじゃんけんいきたいと思います。せーの、アイザーじゃんけん、じゃんけんポン、チョキでした。チョキチョキ。ということで、勝った皆さんは明日の運勢は超ウルトラスーパーミラクルクルクル大吉です。イエイ。そして負けちゃった皆さんは明日の運勢は超ウルトラスーパーミラクルクルクル中吉です。そして悪かったチョキの皆さんは明日の運勢一部次第です。明日も頑張っていきましょう。そして全力で楽しんでいきましょう。本当にね、熱中症だけはならないように気をつけてください。じゃあおやすみ、バイバイ、みんなバイバイ、おやすみ。